春秋国領伝は、春秋供養伝い春秋差し伝と並ぶ、春秋三伝の一つ。正確には、継書ではないが、純継書扱いされる書物。十三教の一つであるが、五教には入らない、経学の重要書物。伝承によると、国領伝は、供養伝いと同じく、孔子の弟子小夏から、国張子に伝わったとされているが、その伝承は、 クヨーツタイ以上に無理があり、少なくとも全艦選定期には現在の形にまとめられていることがわかっているが、それ以前の経緯は明らかとなっていない。クヨーツタイと同じく国領伝にも幾人もの教授が存在し、何等かの伝承が存在したことは事実であるとされている。しかし、国領伝は明らかにクヨーツタイの影響を受けて成立したと思われる点が、 存在するため、原稿本、国領伝の姿になるのは、少なくとも、九洋伝い成立の後であると言われている。また、九洋伝いが、正の学者を中心に栄えたのに対し、国領伝は、炉の国を中心に栄えたと言われている。国領伝の授受が明白となるのは、前漢の選定前後からである。これは選定が、国領伝に、好意的であることから始まったものである。 これ以前、国領伝は、前漢の初めにいたとされる、高校以来、細々と継承されるのみであった。しかし先帝はその、国領伝に対する執着から、時の伝承者、蔡千秋に命じて、老漢十人に、国領伝を伝授させ、国領伝の成功を図った。これと前後して流教などの著名な学者も、 国領伝を治めた。こうした後、先帝は、区を学ぶと、国領学との移動と優劣を定めるべく、一式挙格にて、学者に議論させた。そこでは、区を学ぶと、国領学の優劣が、多くの学者によって戦わされたが、選定の思考も影響して、国領学が勝利を収めた。しかし、これが、国領伝の最盛期で、以後は書物こそ失われなかったものの、 水尾の一図をたどり、南北朝の時代には書物のみ存在し、捨ての思想を伝える死は絶えていなかったと言われている。国領伝の注釈者は、供養伝い、差し伝ほど多くはなく、国領伝すべてにわたって解釈した注釈書となると、その数は限られている。注釈書の中で最も基本となるのは、進むの藩やすしらの春秋国領伝集下である。 これは流教など寛代以来の注釈を参照し、藩安氏がその一族と共に作り上げた注釈書であるばかりでなく、現存する国領伝の注釈書では最も古いものである。佐し伝に対する森世の注釈書である、春秋経伝集下、九葉伝に対する何級の注釈書である、春秋経伝解顧と並び、三伝の注釈書の中では最高権威に属する。ただし森、 アズヤナニキが、事故の報ずる、差しデン、ク伝えを、春秋行に対する唯一の解釈書とみなし、他の二伝の排斥を前提としていたことに比べると、半安氏の注釈態度は軟化している。すなわち半安氏は、春秋の代表的注釈書である、国領伝に、関心するほどの注釈書のないことを憂えて自ら、その作業を行ったというにとまり、 国領伝に対する信報から注釈を行ったのではない。そのために注釈書の中では国領伝の誤りを安理に認めるところが参見される。藩安氏の国領伝集下が出て以後国領伝研究は左ほど進展しないばかりか、かろうじてテキストの保存が可能なだけでその解釈を伝えるものは絶えていなくなっていた。それでも東和による中国統一と それにともなく南北経学の統一によって五協正義が成立するとその選定者の一人用紙は改めてハンヤ安氏等の周下二章を作りここに国領伝の古中は完成した十三協中祖の中に入れられる国領伝中祖はハンヤ安氏と用紙の注釈を指すことになった中東以後の経学は五協正義を基礎とした代以来の注釈研究ではなく 直接教文の研究を志すものとなった。特に春秋学では、おびただしい研究が生み出された。しかし、そこでは、春秋学の教文研究が行われ、教文の注釈書たる、国領伝そのものの研究はかえって低調であった。その中にあって、中東の超ただし陸順らの春秋秋伝弁議北曹の竜明による、春秋健康、 南宋の要望徳の春秋、岩頂のほど短学の春秋三伝弁議は、いずれも卓越した国領伝研究を展開した。また、孫学の春秋業界は国領伝を尊んだものであり、その他の宋人の注釈にも国領伝に影響を受けたものが多い。しかしこれは国領伝の研究を意味するものではなく、 国領伝の諸学説を自己の春秋研究に取り入れたという意味に止まるものであった。成長に至り、漢学の復興が叫ばれ、従前の相対的計画が否定された。そのため、従来定調であった漢大計画の見直しが図られ、正義以前の注釈に注目が集まった。その中で、国領伝も育枠かの注目を受けることにはなったが、 新朝初期から中頃に流星した、サシ伝、中頃から末期に、供養学派の基本転籍として重視された、供養伝えに比べ、その注目の度合いは相当低いものであった。新朝の学者として必ずしも著名とは言い難い、将軍視の春秋国両系伝補中が、新代、国領伝研究の代表とみなされている。なお、新末の両代らが表した、 国領春秋経伝古義書も有名であり、広い意味での新人十三教中祖の一つに数えられている。なお、日本においては、林羅山の訓天本が存在するほか、岩本賢治による国領伝と半安市中との翻訳書、春秋国領伝、半周下が出版された。国領伝の思想的内容は、供養伝いと同じく尊能説、内路説などに特徴がある。 それらの主張は、供養伝より整理されたものとして提出されており、特に尊皇説は強力に主張されている。このような整理された学説は、国領伝が供養伝の成立を前提として、それに対抗するために生まれたからであるとも言われている。他にも、国領伝には、放火的思想の混入を指摘する学説も有力であるが、これには反論もある。その他の特徴として、 実月の霊を挙げることができる。実月の霊とは、経文にひやつきや時を書くか書かないかによって、成人の方変や、経文の意味に変化が現れるというものである。早くは、供養伝えに存在し、差し伝にも一例のみ、実月の霊が存在するが、国領伝に至っては、最も甚だしく、実月の霊をへかえの武器としている。そのため早くは、北総の竜明も言うように、 実月の例の矛盾点が国領伝の専門家以外からは指摘されていた。この特徴は新朝の国領伝研究にも継承され、実月の例を中心として学説がまとめられる場合が多い。なお、春秋三年の清水として、供養伝えが、関代に、サし伝が南北朝より東大に盛んになったのに対し、国領伝は、 宋代の春秋学に影響を与えたと言われる場合がある。しかしこれは三伝の中で壮大に最も影響を与えたものは相対的に国領伝が大きかったという意味であり、国領伝そのものが尊敬を集めたわけではない。国領伝は歴代王朝に最も振るわなかったつてとされている。理由は主従挙げられる。一つには放火思想の影響が考えられ、そのために 受学者から寄付されたというものがある。しかし、国領伝に放火思想が存在するという学説にも異論があり、また、歴代王朝において、国領伝が本家であるとみなされたわけではない。もう一つの理由としては、国領伝には、差し伝ほどの文章や史術が存在せず、また類似の形態を持つ、供養伝えほどの強力な思想的発言がないことが挙げられている。 国領伝は、儒学の正当思想としては最も温当な解釈と、みなされ、思想的特徴が見つけにくいことが成功しなかった原因ではないかというものである。ありがとうございます。